はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員忽那亮司でございます。エッセイ様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。今日2月23日は天長節、金城陛下62歳になられたそうでめでたいであります。上皇陛下のお誕生日は12月23日でした。ちょっと前までは上皇陛下のお誕生日の12月23日が、天長節ということで祝日になっておった気がします。世界唯一ですね、皇帝陛下と呼ばれる、エンペラー、カエサル、カイザー、ケイゼル、ツァーリと呼ばれるですね、尊い天皇陛下、日本の我が国の天皇陛下を誇りましょう。ああ誇らしい。これね、ちょっと前の外交文書とかでですね、外国がですね、天皇陛下のことをですね、The Emperor of Japan と表記しておったりですね、天皇と、固有名詞のように表記しておったり、はたまた帝なんて書き方もあったらしいんですけれども、まあ今はですね、インペリアル、ディインペリアルヒズマジュスティ、なんつんだっけ、忘れちゃった、英語で言う場合、って呼ばれる皇帝陛下ですね。厳密にはですね、天皇陛下イコール皇帝プラス法王の存在なんですけれども、まあ、世界にはその単語がないんで、一般的には外国は天皇陛下のことを皇帝陛下、The Emperor と呼んでおります。これ法王っていうのはですね、天皇陛下の神道のトップですから法王なんですよね。で、皇帝プラス法王の権威があるのが天皇陛下と、まあ他の国にそういう存在の呼び方ねえから、一応皇帝陛下と呼ばれておると。帝がおわすゆえに、我が国は世界唯一の帝国であります。 The Imperial ね、The Emperor といえば他にいないから天皇陛下のことを指しますし、The Imperial って言えば他にないから我が国、日本のことを指しますね。今や、尊き存在など国内に未だ一度も出現したことがないですね。中国、韓国、北朝鮮が妬み、僻み、曽み、恨みに狂ってですね、日本共産党を使って皇室打倒を運動させてますね、このゴミどもが。何考えてんだって話なんですけど、日本共産党の党勢、党の綱領にちゃんと書いてありますよ、皇室打倒。これね、中国、韓国、北朝鮮の背後にいる、皇室あっての帝国ですよね。帝あっての帝国ですよね。国家あっての生命財産、国家あっての人権なことはですね、国家なきチベットウイグルでやられたい放題、人権蹂躙されて臓器抜かれて殺されて、中国共産党によってね、を見ればですね、一目瞭然ですね。国家あっての生命財産の保障ですよね。国家あっての教育であり、国家あっての経済ですもんね。で、その根幹が我が国においては皇室ですから、目の敵にするわけだよな、共産党とかの反日どもは、あと敵国どもはね。アルジャジーラ報道、潜伏ロシア軍が武力占拠し勝手に独立宣言したウクライナ東部に堂々とロシア軍戦車部隊が入っていった映像が報道されておりました。まあこちらなんですけど、本当にね、ロシアって30年以上も経ってんのに
ソ連時代からメンタルに変化ないんだな、悪の帝国なんちゅうんでしょうね、力こそパワーじゃねえけど、こいつらに民主主義は500年ほど早いんでねえべか。ここのロシア人はいい人もいるでしょうけどね、まあ集まるとまあログでもない、こんなんがあの常任理事国って国連終わってるよな。ロシアはこの戦車部隊をですね、平和維持活動、平和維持活動とか言ってるらしいんですけど、米国政府はそう思ってませんでした。今週予定されていた米ロ外相会談を中止。ウクライナ侵攻がないことが会談の条件だった。軍事侵攻は始まった。ロシアは明確に外交の道を拒絶した。つまりあのロシアと話す気なくなった、そっちがそういうつもりならという発表がありました。イギリスもですね、あんなね、あの平和維持活動ふざけんなって思ってるようでですね、 G7 に先駆けロシアに対する制裁を発動しておりました。5つの銀行と3つの財閥の英国内資産凍結と関係者の来英を禁止した。ゲンナジー・チムチェンコ、ボリス・ローテンバーグ、イゴール・ローテンバーグの財閥との取引を禁止した。まあこういうことができるのは、腐っても大英帝国、腐っても核保有国ですな。日本もね、あの核でも持てば強気に出れるんだろうけど、ロシアからのあのガスに依存するですね、ドイツ、イタリア、またお前らがってちょっと思うんですけど、を含むですね、G7 はイギリスより動きが遅い。22日夜、G7 緊急外相会談開催、共同声明発表、国際法違反のロシアを強く非難すると、ロシア制裁で連携していくことで一致なんて発表ありましたけど、まあ足並み揃えてどんな制裁するのかは今後の調整だそうであります。ドイツ、イタリアが足引っ張ってですね、 G7 としては大した制裁もできないんじゃないのかな、私は思いますけれども、アメリカ、イギリスのみが張り切ってますけれども、北方領土盗まれてる帝国も張り切んないといけない場面ですからね。これね、あのアメリカよりもイギリスよりも張り切んないといけない場面ですからね。日本政府非難する、官房長官非難する、岸田総理非難はするってうっかり言っちゃいました。なんだそれみたいな、ネットの反応です。非難はするが制裁はしないってことなのか、情けない感がすごい。なんだそのいやいや言わされてる感は。今回の件が日本の危機だとわからないのか。それでも日本のトップか情けない、官僚が作ったカンペがないと話せんのか。さすが検討し口だけ大将、典型的なポンコツ政治や。日本が侵略されても同じこと言いそう、林智も言わされてる感満載、ポンコツですな。もうこの顔見るのも嫌、散々でしたね、わって言っただけなのに。バカに見えてですね、とんだメイクンだったら困んな。後世の評判が岸田はあのメイクンっていう風になったら困んなって思いまして、一応ね、今までは岸田総理って呼んでましたけど、予算委員会でですね、株主配当は経済の持続性を阻害するかなんか言っちゃってですね、本当の本当にこいつバカなんだなぁと確信しました。なので今後はですね、バカ総理、バカ岸田と呼ばせていただきます。まあ自民党議員には悪いけどね、その自民党議員が過半数で選んだ総裁なんだから、党の総意がことなかれ、トップはバカがいってことなんでしょうね。自民党さんとしてはね、非難はする、じゃあそれ以外はしない宣言って取られても言い訳できないよね。非難はする、制裁はしない、G7 の制裁と足並み揃える合意はどうなったんだ、バカですかって思うんですけど、まあバカなんですけどね。って思ったら日本政府が制裁発表しておりました。独立宣言した地域、勝手に国家を名乗ってる連中と輸出入禁止、関係者の来日禁止だって。ロシア本国への制裁はない、それでは痛くも痒くもない。単にですね、国家承認してないから
貿易しないってだけで普通そうなんじゃねえの、黙っててもって感じしますよね。なんかね、あのこれが制裁だなんて、言い切ってますけど、おかしいな。それにね、あの占領地域を制裁って、そこもウクライナなんですけどね、なんたるポンコツでしょうか。チグハグトンチンカン極まり、占領地域がですね、すぐに活発に日本と貿易するわけねえだろ、本当にあの形だけの制裁だなって呆れちゃいました。早く高市さんに代わってもらわないとね、万事人ごとのバカな公家総理を辞めさせないといけないな、思っております。21日中国共産党が中中日本大使館職員を一時拘束だそうであります。今は釈放されてるみたいですけど、日本政府大使館不可侵を定めたウィーン条約違反として厳重抗議、謝罪を要求、再発防止も求めた。ネットの反応です。外務大臣が林だから舐められてる。中共に窮状針は効かない。日中友好なんかはもともとないだろ。林は何やってんだ。中日中国大使を捕まえて報復しないと。岸田は何もできないと鷹をくくってんだろ。得意の人質外交開始。続報なんですけど、中国共産党がこんな発表しておりました。身分に合わない活動をしており、法に照らして調査質問した。日本政府の抗議は受け入れない。まあ中国共産党が謝るわけねえんですけどね、謝ったら死ぬって病気にかかってますから、法に照らしてなんて言ってるけど、笑っちゃうね。ここ笑うとこですね。中国共産党がこんなこと言うとね。なんせ中国ではですね、中国共産党憲法法律ということで、憲法の上に共産党が来てるんですからね。法治国家でも何でもねえくせに都合よく法に照らしてとか言ってんじゃねえって話。中共の口は嘘生産マシンなのかな。私より早くですね、岸田はバーで無能って中国共産党は分かっちゃったんでしょうね。で、どの辺までやっても大丈夫なのか、サラミを試してんじゃねえか。ちょっとずつちょっとずつえげつないことやって、どこまで行ったらあのやり返していくか様子見してんじゃないでしょうか。日本大使館は職員が拘束された21日に中国外務省に抗議を行いと調節したが、中国側の都合により22日夜までずれ込んだ。なーに、あのバカにされてんのかな。最初から聞く耳持たないな。バカにされてる方もバカにされてる方っすね。どうせあの抗議だけで岸田は何もしないんでしょうしね。令和議員と山本太郎が本議会予算案採決の時に絶叫パフォーマンスしたみたいであります。なんかあの真ん中にあの上がっちゃって、なんかあのギャーギャー言ったみたいですけど、言いたいことあるなら自分の持ち時間使って面雑ぶってですね、それ聞いた人を納得させてもらうか、反対票で意思表示すればいい話ですよね。それが議会ですよ。私もあの懲罰食らいましたけれども、ちゃんと自分の持ち時間使ってやったもんだからね。革命戦士気取りなのかな、子供なのかな。第二共産党の正体丸出しにしてきた令和なんですけど、まあ、子供パフォーマンスを政治と思ってる連中を支持するやつの気が知れねえ。これツイッターに動画連中が自ら上げてましたけど、これを絶賛する連中、議会ってどういうとこがさっぱり分かってないっすね。知識ゼロっすね。気が知れねえな。私はあの多少なりとも議会はどういうもんかって分かってますから、まあまあ、あのしきたりが大事、手順が大事、みんなでうんって言ったのが大事みたいなね。それをもってあの権威づけするんだから、んなね、採決の時にギャーギャーわめたって権威なんかね、あのつくわけねえんだね。第一共産党の志位和夫はですね、政府提出の予算案に賛成することは事実上の与党化宣言になります。絶叫はしなかったものの謎の投稿しておりました。ネットの反応です。ちょっと何言ってるか分かんない。中身より反対ありきか。おじいちゃん頭大丈夫、ぜぜひひひとか全くないのね。つまり何でも反対するのが野党と、そんな思考だから選挙で負け続けるんですよ。どうせ反対なら予算案読み必要も
話を聞く必要もないな。何でも反対って言われると違うっていうくせに。脊髄反射で反対してってことね。野党は与党案を反対しなければならないんなら、なんで NHK 予算案には賛成すんですか？それおかしくないですか？初めから反対って決まってんだったら、法案読まなくても、議会に出てこなくてもいいですよね。最後の時だけ言って反対票投じればいいんだもんね。議員じゃなくても誰でもできんじゃねえのこれ。小学生でも中学生でもできんじゃねえの。よく訓練した猿とか犬とかでもできそうですね。その投票箱に札を入れるみたいな動作。つまり共産党は動物以下と。一見謎で意味不明の投稿なんですけれども、これは全くですね、共産党教団、熱心な信者向けの発言なので、一般人には分かりにくいですね。外に向かって発信してた時代もありましたけど、新しい信者獲得がですね、絶望的なんで、その言動はですね、徹底的に今、内向きになっております。なので、共産党や立憲の言動はですね、遠くから、また信者向けのミサやってる、くらいに思って、取り合わないのは、いいと思います。2月22日、内閣府政務官出席の下、竹島の日式典開催。これ、島根県が主催ですね。で、竹島の日っていうのも、国で定めたわけじゃなくて、県の条例で定めた県のものみたいなんですよね。これね、日本政府、本当やる気ねえな。今までの自民党本当にやる気ねえだな。あぎれた部分でありますけれども、韓国政府、徳島は歴史的、地理的、国際法的に明らかな韓国固有の領土だ、などと主張し、式典中止を日本政府に要求したそうであります。ネットの反応です。証拠出しなよ。内政干渉だぞ。ファンタジー歴史。じゃあ、竹島かけて勝負すっか。宣戦布告かな？裁判所にも出てこれないのに、国際法？気違い政府に聞く耳持ってはダメです。歴史的って、1948年にできた国は何言ってんですか？気にするな。大したことは言ってない。東部をですね、ロシアに奪われたウクライナ同様ですね、何十年も不法占拠を放置中ですよ。放置中、日本政府が。なぜか。敵国領土、帝国領土を盗んでる敵国ですよ、韓国は。その敵国人をですね、自由貿易、敵国と自由に貿易して、いっぱい買ってもらっちゃって喜んでる。で、敵国人がノービザで自由に入国している。敵国人に永住資格を与えて、義務教育も無料で与えてる。で、生活に困ったって言ったら、生活保護もやっちゃってる。長年。政府と自民党、頭おかしくないですか？日本国政府、頭おかしくないですか？敵国なんだよ。ウクライナがですね、国内の困ったロシア人に生活保護を与えるかっつう話ですよ。東部、今占領されてるのに。こんな現状がね、何十年も続いてね、孫のためにですね、こんなのおかしいって思う我々が、この異常な現状を打破しないといけないんですよ。打破しないと。まずは、韓国人はノービザ入国を禁止する。いずれは、徹底的に入国を禁止する。永住資格発行停止する。義務教育受けたかったら、日本人より年間80万円余計に払ってもらう。これですね、義務教育。小中学校で国がいくら一人に対して金かかっていくかっていうと、年間80万だそうであります。生徒一人当たり。小中9年間ありますから、まあまあ700万、800万弱ぐらいかかってんですよね。で、日本人じゃない外国人、これは韓国人に限らずですけど、外国人に、まあ私立の小学校、
区立の小学校、公立小中学校に通う外国人の子供は年間80万円払ってもらったらどうだ。だってあの義務教育を受けるっていうのは日本人の義務であり権利なんですから、税金がそこに投入されてるんですから。外国人は知ったことでねえよね。義務教育受けさせる義理も何にもねえよね。日本国政府はね、年間80万円余計に払えって、高い給食費だなと思って、生活保護もまずは新規給付を停止で、韓国人、まあ外国人ですけどね、法的根拠はまるでないんだしね。その上でですね、竹島レンタル料としてですね、100兆円ばかし韓国政府に請求するんですよ。で、払わねえってごねたら、じゃあ輸出入関税ちょっとずつ上げていくから、いずれ貿易停止させっから、まあこれはね、韓国が1日63億円も日本の製品買ってっから、いきなり中止すると潰れちゃう会社が多いから、徐々にね、殴りまくって、ようやくね、ちょっとだけ気がつくような連中ですよ。建国以来国税が反日だしね、そんな連中とまともに貿易だの、人の往来だの、物の往来だの、住まわしてやってるだの、生活保護やってるのっておかしいでしょ。言語道断でしょ。おかしいことはおかしいって言って我々が変えていかないと、いけませんよね。孫のためにもね。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。